庫に遺体を隠したのか殿下は言おうとなさいません。何者だ。外に護衛されて控えております。連れてこい。おい銀ですか。殿下の中へ。ハムレット。フォローニアスのどこだ。夕食の最中です。夕食の最中どこで。食べているところではなく食べられているところです。ウジ虫どもが政治家よろしく寄ってたがってくらいついて。フォローニアスはどこだ。天国です。使いの者をやってごらんなさい。だがもし今月中に見つからなければロビーに上がる階段のところを嗅いでみてください。そこを探してこいよ。上がってなくても逃げ出せんぞ。アムレット、お前の身の安全を考えるとお前のやったことは極めていかんだが、何よりその身が心配だ。どうしても即刻ここから立ち去ってもらわなければならない。それゆえ準備をするのだ。船の支度は整い、風向きも良い、友の者も控え、準備万端、イングランド行きの用意はできている。イングランド。そうだ、ハムレット、いいでしょう。いいはずだ。王の気持ちを汲んでくれ。その気持ちを見透かす天使たちが見えます。だがさ、イングランドへ行こう。さようなら、母上。お前の父だぞ、ハムレット。母上です。父と母とは夫と妻、夫と妻は一心同体、故に母上。さあ、イングランドへ出発だ。ついていけ。急ぎ船に乗るように急げろ。ぐずぐずするな。今夜にも出航させろ。さあ行け。イングランドよ、我が強大な戦力は思い知ってるはずだ。新書にはっきり書いた通り、即刻ハムレットを殺すのだ。頼むぞイングランド。奴は熱病のように俺の血管の中で暴れ狂う。それを治すのはお前だ。型がついたと分かるまでこの先何が起ころうとも我が喜びは始まらん。こうお伝えしろ。オイルシュワイブフォーテンです。デンマーク領内を規約に従い更新通過いたします。落ち合う場所は分かっているな。陛下がお望みとあればお目にかかって直接ご挨拶申し上げよう。そのようにお伝えしろ。かしこまりました。小さな土地を手に入れようというのです。それではポーランド軍は守りもしないでしょう。いえ、すでに守りを固めております。人の命と金を5万とつぎ込んだところで、このわらしべほどの問題に決着はつくまい。富と平和の陰にある腫れ物だ。ただれるのは中ばかりで外からは見えぬまま人は死んでいく。ありがとう。ではこれで参りましょうか。殿下すぐに追いつく。人は先に行っててくれ。見るもの聞くもの全てが俺を責め、鈍った復讐の決意に鞭をくれ。人間とは何だ。ただ食って眠るだけで人生のほとんどを費やすとしたら、けだものと変わりはない。神は我らに前を見通し後ろを見返す大きな思考力を授けたもうた。その能力とは神にも劣らぬ理性を持ち腐れにしてよいはずがない。ところが俺は畜生の物忘れか、あるいはあれこれと結果を考えすぎて臆病風に吹かれたか。考えなどというもの、4分の1は知恵かもしれぬが、4分の3は臆病に過ぎる。何だと俺はこれだけはやらねばならぬと言いながらおめおめと生きていくのだ。それを行う大義も意志も力も手段もあるというのに、大地のように確固たる実例が俺を叱咤している。見ろ、あの軍隊を。堂々たる立派なものだ。率いるのはまだ裏若い優しげな王子ではないか。その心は崇高な大使で膨れ上がり、結果がどうなろうと気にもかけず、働き命も将来も運命と死の危険にさらそうとしているのだ。それも卵の殻ほどの問題のために。真の偉大さとは、大義がなければ微動だにしないが、
名誉が関わるとなれば、たとえわらしべ一本のためにも命を懸けて立ち上がることだ。ところがこの俺はどうだ。父を殺され、母を怪我され、異性も血潮も湧き立つ理由がありながら何もかも眠らせている。恥を知れ。目の前では2万もの兵士が死に赴こうとしているのだ。名声という儚い幻想を求めてねぐらへ急ぐように墓場へ向かっている。それも大勢で戦う広さもない土地、死者を埋める墓場にもならぬ土地のためにだ。これからは俺の心よ、地に植えろ。さもなければ生きてる意味はない。